5月27日、今日は光の言葉ナンバー59をお伝えしようかなと思ってます。それで今日ご紹介するのはオーラソーマの5本柱の中の一つ、カラーエッセンス。これは私全種類揃えてないんですけど、全部で15本あるんですね。で、色、クリスタル、ハーブ、それとこれは波動が入ってます。一番特徴的なのが無色透明で香りがないっていうことが特徴なんですね。で、チャクラを活性化してエネルギーのバランスをとってくれるんですけど、チャクラっていうのは何かって言ったら、サンスクリット語の回転する車輪で、チャクラはね、開閉しながら回転し、光の輪としてエネルギーの出入り口の役割をしてくれているんですね。このカラーエッセンスはあなたの感情、精神、肉体との結びつきのサポートです。ボトルのこう効果を補ってくれると言われていますね。で、全部で15種類あるんですけども、レッド、赤、エネルギー、気づき、情熱、コーラル、精神を強め、コミュニティや開放性を促進する、オレンジが内なる尊厳と真実を失うことなく関係性における依存や結びつきを養う、ゴールドがつながりの感覚と全体の一部としての感覚を養う、オリーブグリーン、私たちの内なる小さな声に自信を持つ、エメラルドグリーン、具体的な活動の中で愛が形になる、ターコイズ、心からの体験の伝達、ブルー、平和、透き通った心を養うエネルギー、ロイヤルブルー、浄化、センタリング、平穏、バイオレット、活力、新しい洞察へのより良い理解、ピンク、愛情を受け取り愛情を感じ取る能力を高める、ホワイト、すべての次元における深い浄化と調和、イエロー、同化、広い視野が生み出す静寂、マゼンタ、小さな物事への愛情ね。これね、ちょっとピンとね来たなっていうものがあったら、ぜひ使ってみられたらどうかなって思います。お風呂の中に入れたりとか、手首にねつけて、こうしてつけたりとかで、いろんな使い方があるのでね、またサロンに聞きにいらしてください。私はレインボーとピンクとブルーしか持ってないんですね。ぜひおすすめです。で、今日は、大天使ウリエルのアークエンジェロイと一緒にこうエネルギーを届けることができたらなって思ってるんですけど、これ紹介したかな、ちょっとどの後紹介してたか忘れたけど、今日ピンときたので、この後聖子菩薩様ですね。周りに龍っていう文字を書いて、龍体太マニズを書き入れてます。とても大好きなアートです。てか全部大好きなんですけど、今日は大天使オリエル97番ですね。上がゴールド、下がロイヤルブルー、シェイクするとエメラルドグリーンになります。メインテーマが自己の真の目的に関する明晰性の光とハートのより深い理解、アファメーションが知恵の光が自己の深みの内側から輝きます。私のハートを通して自ら表現されるスピリットのコミュニケーションを私は認め開いています。このボトルの反対バージョン、これがね、女神ソフィアっていうボトル、私のバースボトルなんですね。星の女神です。これの反対になります。それで、このウリエルっていう天使、大
天使ですね。この大天使はミカエル、ガブリエル、ラファエルとともに四大天使の一人なんですが、地球が属する太陽系を管理する大天使なんですね。神の光、神の炎と呼ばれます。神の英知のもたらす光を運ぶと言われています。人々の人生を導く役割を持ち、非常に聡明な大天使ですね。この四大天使、ミカエル、ガブリエル、ラファエル、ウリエルなんですけど、この四大天使で四大元素を示すと言われています。ミカエルが火、ガブリエルが水、ラファエルが風、ウリエルが土なんですね。この四大元素っていうのは、古代ギリシャの哲学で提唱された世界を構成する4つの要素なんですね。これが火、水、風、土。その中のウリエルは土なんですね。で、このアークエンジェルウリエルの持つサポートですね。あなたが感じたことが答えなんですけれども、このエッセンスはラファエルのように深い内なる平和を促進し、直感的な知覚を明確にします。個人的な習慣としての、あるいは集合的なものにおける不安や混乱のパターンに気づき、それらが解放されることで、世界の中で私たちが自分の真実、魂によって霊感を与えられた自己を表現することを許します。このエッセンスは、私たちが自分に知覚によりオープンになり、受容的になる助けとなります。それによって私たちが健康な形で大いに知恵を分かち合うサポートとなるでしょう。知恵をね、色で表すとゴールドなんですね。本当に知恵とね、慈愛、慈悲、どんどん広がっていくといいなって私は思うんですね。それで今日もまたちょっと用意するの忘れたんですけど、その須磨寺の小池副住職の書かれた懺悔、特別懺悔もロイヤルブルーとゴールドなんですね。ちょっと待ってくださいね。どうしてもお見せしたかったので、こちらですね。ロイヤルブルーとゴールド、ね、これで慈悲と知恵を広げたいっておっしゃっておられたので、まさにね、ウリエル、このエネルギーかなって思います。一緒にね、置いときますね。このエネルギーも一緒に今日は受け取ってください。はい、ちょっとバタバタしてごめんなさい。そしたら光の言葉ナンバー59、あなたの生き方を、あなたの人生を、どんな枠にもはめなくていいんだよ。どんな考え方にも当てはめなくていいんだよ。あなたは、あなたの人生を、あなたは、あなたの生き方で、あなたは、あなたの内なる答えに従って、まっすぐ生きていけばいい。
日は光の言葉ナンバー58をお届けします。今日もご視聴くださってありがとうございます。また明日元気にお会いできることを楽しみにしております。私はあなたを愛してます。私はあなたの応援者です。ではまた明日。